山田城。山田城は、栃木県やい塩和技山田昭治城山にある日本の城、山城。猫屋、猫屋城とも呼ばれる。平安末期に山田八郎権利によって築かれたとされる。一方、文明、長京頃に、塩谷高綱の城代、山田康史行による築城と推測とする見解もある。ただし山田八郎の一族は、文明、長教より、 前の王衛年間に活動記録が見える。山田八郎県理説追記説によると、権利が築上した山田城は、その子孫の山田八郎家が代々城主となったという。王衛10年1403年8月には、山田八郎家が中禅寺に北家行を寄贈するなど、山田八郎家は塩谷市の重心として、山田城を中心に繁栄した。 その山田氏の主君である塩谷氏が、文明年、千年、1478年正月18日に、宇都宮氏より高綱を養子に迎えると、その不可老としてやってきた、山田地区後森安行が上司となった。この太陽の山田氏は、平貞義を外し、山田八郎権利を外する山田氏とは異なる。一方、那須紀に、太陽の孫、達行は、塩谷ともなりの子。 山田東衛門上行、清の末とある。ただし、塩谷氏の系図に、山田行清は見えない。また、上主で亡くなった、山田八郎系の山田氏は断絶したわけではなく、薄洋が、原の戦いでは、塩谷氏の武将として、達行に続いて、山田八郎安林の名があり存続していたとみられる。山田八郎の山田氏は過労か何かの待遇で、 山田地区を守るの山田氏を補佐して残ったものと考えられている。追記当初の山田城は、三方を山に囲まれて奥まった山間に築かれた馬蹄系の館城であったと考えられ、山城の部分は戦国期に入ってから築かれていったものと考えられている。焼田氏氏の年表には、大江21年、1414 14年に山田城追記とあるが、 この根拠はいかなるものか不明である。また、他の八板市観光物の年表には全く出てこず、同じ八板た市の山田城の記述とすら全く異なっている。このため、八板市市の年表では、那須市の歴史と併記して表記されているため、この山田城追記は、那須領、加戸田の山田城の築城と誤解したものではないかとも、考えられている。その一方で、この年に、 近隣の沢村城で、ナスナイフンの戦が行われているため、この頃に、これに備えて、ナスとの境界にある山田城が整備され、爪城である山城部が築かれたのではないかとする説、あり、これを支持した八重田氏の編纂者が、年表に載せたとする話もある。天正十二年、1584年8月初め、山田達行、大行の孫は、 主名によりナス資料の薄洋、平沢を攻めた、ナスキ。これに対して、ナス方の福原助隆、志向不死が出陣し、山田勢は退却するが、この時、深い遺恨を残すことになった。そして翌年の3月、薄養が原滑戦が勃発。宇都宮勢2500余機、ナス勢1 0 0余機が、薄養が原で激突し、 この戦いで先方の総大将として出陣した達業は3月25日、那須勢の足の死体の陣に突撃し、神田二郎に撃たれる。その後、那須勢は薄洋が原に接す,する山田の地に攻め入り、山田城を落城させた。この時、城には家老の山田新左衛門と達業の正室菊の前がいて城を脱出したものの、新左衛門は菊の前を逃がすために打ち死にし、 聞くの前も十一人の次女たちと共に、太鼓丸と呼ばれる崖の上から下折れる宝器川に、向かって、闘神、自害した。薄尾が、原の戦いで、那須勢の神田次郎によって、達行が討ち取られ、山田城が落城した。その後、達行の子である親行が、城主になるが、主君である塩谷氏が文禄四年、1595年に改役されると、山田一族は、 家電の記録を焼却して山田城を廃城にし、一部は名字をほくろと改め各地に試算し、親行は日立の国家様に逃れ土着した。廃城となった山田城の主角には後にあたご神社が建て祭られた。神社といっても祠があったものであったが、現在は近隣の神社に合祀され残っていない。新左衛門が打たれた場所は新左衛門原と呼ばれ、 菊の前が十一人の次女と共に等身自害した場所は十二午前と呼ばれ、共にあざなとして残っているが、これを供養していた集落が現在は廃村となってしまい、伝承を伝える人が少なくなってしまったため、地元の人でもその場所や伝承を知る者は少ない。山田氏の母大寺であった与楽山泉住院延安寺は、明治の廃仏希釈により廃寺となってしまったが、その後は、 現在も残り墓地として使用され、その真ん中には、円満寺の住職と、山田一族のものであろう墓が残っている。また、江戸後期に、中原関西によって書かれたと推定される、山田玉城大来期は次のように記す。西山に来人を祀る、祠らあり。このところは、大関山田村と土屋村の領主山田地区を守る達行殿の居城跡なり。ゆえに、 四方、総計の堀ありてあたかも月山のごとし、堀は百広雷霊の犬ごとし、なおて猪しか等も近寄りがたく、明日かもまた、小、昇光しがたき妖害の地なり、時至りて、鉄城も三夜に変ず、山田地区を守る達業の一族は、天章の乱に、基地居城を失うて離散世しこそ、残念なり。上記の天章の乱とは、 薄洋が原活戦のことである。山田城の縄張りを見ると、塩屋漁でありながら、須漁ではなく塩谷漁に向かって三重の掘り切りが設けられている。これは、縄張り的に見れば、仮想的が、薄ではなく、塩谷であることを示しており、山田城の位置づけについて、本当に、対薄防衛の城であったのか疑問が呈されている。山田城は、縄張り的に見ると、薄洋活戦後は、 ナス法の城だったのではないかとする主張もある。このナス領説を裏付ける事実として、塩谷市の重心大沢市の記録には、天正15年8月11日、塩谷のうち泉立泉城ナスより大勢赤来とあり、ナス領から泉城を攻めるためには、山田城を突破しなければならず、山田城がナス勢の拠点として使用されていた可能性が高いことを示せている。 また、宇都宮市の家臣である川上市の経図を見ると、山田に隣接する土屋一帯が、薄洋合戦後に川上市の領地になったとされており、このことから、宇都宮市の一族である塩谷市から独立した岡本を見張るために、山田城が再整備され、岡本領の方角に、三重の堀切りが設けられたのではないかとする説もある。山田城の意向は、 一部破壊されたところも見られるが、四角周囲を中心にほぼ良好に残されている。また、山田城廃城後に城石に、あたご神社が置かれ、城には石段が築かれたが、この石段は、あたご神社が、山田地区の宝木根神社に行使されるとともに、その神社の境内に移築され、現在に残っている。なお、山田城の南側の麓に、ホに、洞穴があり、 山田城の城主たちが逃げるための抜け穴とも、四角の井戸跡とも様々な伝承が残るが、現在は、ホラー穴は途中で塞がっており、その真偽は不明である。猫屋、猫屋、猫屋等と表記される場合も、ありというのは、この地方では城跡に多い地名で猫屋城と呼ばれる、城は多い。猫屋の小屋とは、城と同義語であり、特に国人や土豪クラスの小規模な城を、 猫屋と称し、根城の意味で、猫屋と呼ばれたものである。山田城も城山以外の部分はうち猫屋などのあざなで、呼ばれている。ただ、このために、塩谷高津那家臣として記される猫屋城代を、山田城の城代とする見解が存在するが、この猫屋城代は、川崎城の南にあった、堀江山城のことであり、山田城のことではない。城主も岡本大隅、岡本備前。 岡本聖五郎とあり、岡本大隅とは、天正七年、1579年正月二十八日付の書状が残る岡本大隅森道家のことであり、この時代、山田上司は太陽の孫の達業であり、記述と合わないこともそれを証明している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。